アアルメニア観光におすすめの3箇所あなたはアルメニア観光の魅力をご存知だろうか我がからフィリピンに移住した後現地を訪れた男がアルメニア観光におすすめのスポットを語るアルメニア観光におすすめの場所やはりアルメニアの最現の見どころといったら世界初のキリスト教国としての古い教会 様々な場所から観光客が訪れるのも納得だ特にエチミア人大聖堂はアルメニア人の心のふるさとになっている場所派手さはないが何しろその独特の雰囲気は他のどの聖堂とも違う存在感を誇りまたやはり世界遺産としての風格もある。 一方でこの歴史的な建物と対極にあるのが若者に人気のスポットカスカードという階段のような形になっている展望台ここはぜひ夜にそしてできればカップルで行ってみてほしいまたガルニシ神殿も個人的に好きな場所アルメニアなのにギリシャのパルテノンを彷彿す 王室とさせるのが、実際は、より素朴な作り。首都エレバンの郊外まで足を伸ばすなら、ここも大聖堂とともに見ておきたい観光スポットといえる。その他、博物館が好きなあなたは、マテ・ナダラン。オスマントルコによるアルメニア人虐殺の歴史を、 知りたいなら、負の遺産である虐殺記念館。ここはまさに原爆記念館のように精神的なタフさが求められるが広々した場所でののんびり過ごしたいなら共和国広場英ムに要塞もおすすめできるし俺と同じ自然派のあなたなら背番号へ。 穴場的な場所が好きならサモサバンクの断崖絶壁だろうアルメニア観光の魅力そもそもアルメニアといったらヨーロッパの中の小さな国であり日本人の旅行先としてはあまり注目されていない実はここが観光地として魅力的だったことは実際に現地に足を運んで気づいた アルメニアといえば世界で最も古いキリスト教の国。俺がいるフィリピンもアジアでは珍しいキリスト教国だが、何しろその歴史が違いすぎる。日本人でもよく知っているノアの片舟で有名なアララト山の6にあるこの国。エデンの園があると言われている場所であり、 その歴史は実に長いアルメニアに渡って自分と向き合うことを始めたのは劣等感の克服と想像力を鍛えるのを課題にする観光好きのモテ仲間サイタさん英語を話せるようになりたいと語る魅力的な人の特徴を持つ彼はスマートな顔をしながら実は俺と同じガチャピンの大ファンだったりする。